目指せフェアトレードタウン。おー、世界市民としてフェアトレードの推進を頑張ります。もっとフェアトレードが普及するように頑張ります。作る責任、使う責任を考えましょう。フェアトレードをもっと身近なものにしていきます。思いが詰まった地元のみかん、ぜひ食べてみてください。未来の森ではみんな一生懸命作っていますので食べてください。お願いします。スーパーに並べてあるだけじゃわからない生産者の苦労だったりとかこだわりを、この対面販売方式にすることによって消費者の皆さんに伝えることができるので、これからも成長を続けて、これからもずっとこのファーマーズマーケットを続けていきたいと思います。今までの普段のお買い物で、値段以外のことを気にすることっていうのは少なかったんですが、このマーケットを通して、農家さんの思いやこだわりを知ることで、自分自身も食へのこだわりを持てるようになりました。私たちが作りました。皆さん食べてください。このファーマーズマーケットは地産地消の活動です。学生と農家が共同でこの活動を行うことにより、お客様には農家のサポーターになってもらい、学生には食育と農業に関わっていただくような活動になっております。地元の産物を消費しよう、古着を再利用して伝統文化を継承しよう。燃えない商業をたくさんの人に広げよう。おー、笑顔の食べきりアイデアレシピを一緒に考えよう。エシカル甲子園に出場しました。これからもエシカル活動を頑張ります。地元の特産品を購入して地産地消を心がけます。買い物をするときにフェアトレードのマークがついた商品を探してみます。買い物に新たな視点、思いやり消費。